いや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 、絶対そうっすよ。いやいやいや、絶対そうっすよ。あ、てか、これ今月分です。あ、なんだこの金。YouTube の収益ですよ。おお、サンキュー。やっと俺らの YouTube もお金になるようになってきましたね。確かにそうだな。これからもっと強い企画やってガンガン稼ぎましょう。まあそうだね、今やるか。そうっすね。頑張ろうぜ。おいぼっち、今週も動画撮るからお前も来いよ。ああ、いやちょっと今週は。そう、あいつらが YouTube 活動を始めてから休みの週末には必ず俺のことを呼び出して動画撮影の雑用をやらされて迷惑をしている。あ、なんか用事でもあんのか。ああ、はい。実は俺も個人で YouTube 活動してる。はい、どうも、包括カツアゲチャンネルで、カツアゲしたお金でフェラーリを買ってみようの企画で87日目でございます。俺のしのぎの一つでもある包括カツアゲチャンネルの更新ができていないということは、稼ぎが少なくなっているということだ。いいから来いよ。分かったな。さあ、今日はどんな企画撮りますか。あ、一日自販機の下を漁ったらどのぐらいお金が集まるかっていう検証動画撮りません。却下。松さんは何かありますか。UFO キャッチャーのレビューとかどうですか。微妙っすね。最近再生数落ちてきてるんで、もっと強い企画の方がいいっすね。あ、俺ら不良なんで道端のやつに喧嘩売るっていう企画どうすか。ねえ松さん。松さん、それめちゃくちゃいいな。ねえ松さん。ええ、こいつらの思考回路バグってんのか。しかし不良を装ってる俺がここで断ることはできねえ。どうすか松さん、どうすか。ねえ、おー、いいんじゃねえか。あ、よし、それじゃあそれで決定で。そういや、ぼっちのやつ来てねえな。いや、それなんだけどよ、さっき俺あいつん家行ったんだけど、あいついなくて電話かけても出ねえんだよ。そう、仕方ねえ、今日は3人でやるか。そうだ。ああ、今日はなかなか調子いいな。3人カツアゲして20万か。あと1人か2人カツアゲしたら帰るか。さあ、なかなか喧嘩買ってくれるやつがいねえな。みんなこのコンテキサイドに極悪不良の王様にビビってんのね。松さん、そりゃそうっすよ。女子供にしか喧嘩売ってないんですもん。なんか文句あんのか。だって本当の不良に喧嘩売って本当に喧嘩になったら嫌だもん。なかなかいねえな。ああ、確かにいねえな。ってえな、こら。ああ、なってみろ。ああ、お前、どっかで見たことあるよ。ああ、気のせいじゃねえの。そのサングラス、そのニット帽、その緑のジャケット、あ、カツアゲくんだ。おお、そうだぜ。すげえ、トムだ。あっち、お願いします。お願いします。ありがとうございます。あ、あの、よかったらコラボしてください。え、
は？僕らも YouTube 活動してまして、今街中の人に喧嘩売りまくる企画やってんすよ。は？それで今僕らカツアゲくんに喧嘩売るんで喧嘩してください。は？は？バカなの？アツとバカなの？こんなゴリゴリのカツアゲしまくってる不良の人に喧嘩売るってバカなの？アツだ、名案だな。バカなの？それを名案って言う？バカなの？どうすか？どうすか？無理だ。よかった、カツアゲくんが優しい人で。じゃあカツアゲくんが勝ったら俺らが持ってる全財産あげます。これでどうですか？いいよ。よっしゃ、やったやった、よっしゃ、終わった。じゃあ決まりで、まっ頑張りましょう。はあ、いつでも来い。やべえ、手加減したつもりがやりすぎちゃったな。昨日はカツアゲくんにやられちゃいましたね。ああ、あの人めちゃくちゃ強かったな。ああ、俺本気出せやがった。生きててよかった。あ、あの皆さん、これ見てください。これね、見ての通り本日のカツアゲ終了しました。早速お金を徴収したいと思います。おお、いっぱい入ってるね。まあ今日給料日だったんかな。 ありがとうありがとう。よしよし。ああ、それとこの子たちはなんか YouTube やってるみたいでね、ついでにちょっとアカウントも消したいと思います。はい、ということでね、 YouTube のアカウント削除して、本日の収支ですね、4人カツアゲして45万。いい結果でしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。おい、マジかよ。俺らのアカウントログインできなくなってます。しかも俺らの動画全部消されてます。これで俺の休日が戻ってくるぜ。天才ですよね。天才です。